こんにちは、油見長男です。パクチーをいろんなものに乗せて食べてみようのコーナー。今日は日清ラオウ豚骨醤油味です。はい、ドーンと出ましたパクチー。これは安心の国内岡山県産です。果たして豚骨醤油ラーメンにパクチーは合うのか。それでは作っていきましょう。はい、まずはね、水洗いしたパクチーを適当な大きさに切っていきます。ザクザクという感触がたまりません。そしてすでにパクチーのパクチーたるパクチーらしい匂いがプンプンしております。かみさんは臭い臭いと叫んで逃げ出してしまいました。僕は嫌いじゃないんだけどな、この匂い。じゃあちょっと味見してみましょうかね。うん、おお、パクチーだ。口いっぱいにパクチーが広がりました。じゃあね、ラーメンを作っていきましょう。沸騰したお湯に麺を投入します。スープはね、先に丼にスープの素を入れておいて、そこへ鍋の中のお湯を先に入れて作る方法を指定されています。最近はこの作り方を指定するラーメン増えてきましたね。はい、スープがよく溶けたら麺を入れていきます。麺をスープになじませたら、ここでパクチーの出番です。ここからは繊細に、しかし大胆に盛り付けていきます。といってもね、切った分を全部乗せるだけなんですけどね。はい、こんな感じでパクチー超山盛り豚骨醤油ラーメンの完成です。はい、完成です。いやー、緑が美しいですね。さあ、パクチーと豚骨醤油ラーメンは合うのか。それでは試食してみたいと思います。では食べてみましょう。はい、じゃあ実食です。まずはスープからいきましょう。うん、これがですね、意外とパクチーの癖をそれほど感じませんでした。これはやっぱり豚骨醤油の持つ力強さに起因することでしょうか。ではね、麺と一緒に大量のパクチーを食べた時の感想はどうか。これはね、やっぱりパクチーの力を感じますよ。ただね、その生臭いほどの、その生々しいパクチーという感じはしませんでした。まあ、この辺は好みが分かれるとこでしょうが、こんな風にね、たっぷりのパクチーと一緒に食べても、嫌なパクチーの癖は感じませんでした。爽やかなね、パクチーだなーっていう感じで、まあこの辺は美味しいんだけど、パクチーのマニアにとっては若干物足りないと思う人も出てくるかもしれません。うん、普通に美味しいですね。もうどんどん食べていきましょう。これ食べながら思ったんですが、よりパクチーを感じたいのであれば、塩ラーメンを選んだ方がいいかもしれませんね。豚骨醤油ではそちらの濃厚な癖が結構強いので、癖の強いものと癖の強いもので相殺してる部分がちょっとあると思うんですよね。パクチーをより楽しみたい方には塩ラーメンがおすすめです。
ちなみに何度か癖と言っておりますが、これは嫌な味というわけではなく、独特な濃厚の旨味だと思ってくださいね。はい、そうこう言ってるうちに完食です。